続いてなんですが、先ほどの統合本部での発言でですね、まあ、前原ミックスと枝野ミックスの話も触れていただいたんですけれども、まあ、成長を目指すという大きな方針示されましたが、ちょっと改めてですね、なぜじゃあ枝野ミックスを、まあ、目指さないのかというのを、まあ、その先ほどの質問でも人口減少社会というのがありましたが、その中で、まあ、30年で160万人2割弱が減るっていう前提の中で、あえて枝野ミクスを取らない理由っていうのを教えていただけますか。いや、僕あれツイッターで書きましたけども、枝野ミクスも成長ですよ。あれは僕は朝日新聞の整理の仕方が間違ってると思ってて、前原のミクスも枝野ミクスも両方成長で、それを国外進出型、海外進出型に重点を置くのか、内需拡大型に重点を置くのかということで、両方成長なんですよ。だから僕が成長を目指すと言ったのは、別にその外需取り込み型ね、海外進出とか、別に進出だけじゃなくて海外のものを取り込むっていう、前原のミクスってのは海外進出だけじゃなくて、まあ、あそこでの朝日新聞の整理によれば ある意味外需取り込み型だと思うんですけども、まあ、それも大都市は必要だし、内需拡大も必要だと、まあ、両方含めて成長を目指すんだということですから、決してその外需取り込み型だけではなくて、内需拡大型という意味での成長もこの大都市で目指していこうということなんですけどもね。だから前原のミクス、枝のミクスというよりも、むしろ成長を目指すのか成長を放棄するのかっていう、そういう整理の方が分かりやすいんじゃないでしょうかね。だから辺境でもいいんだとかいう人は成長しなくてもいいんだという人ですしね、そっちは取らないと、そんな無責任なことを言ってて、みんなで、飯を食い合うような関係が重要だって、内田さんなんていう人はそういうことを言っておきながら、どうやって飯食わせるのかなんて何一つ具体案ないわけですよ。挙句の果てには150人の合気道道場をやってて、これが21世紀の都市型モデルだなんてありえないですよ。そんなだ、あんなバカな論には従わないということを今日はっきりと打ち出したわけです。合気道やってみんなが飯食えるんだったら、みんな合気道道場やったらいいわけですよ。そんなのは無理です。あれはあくまでも住民コミュニティ、基礎自治体の話であって、やはり大都市大阪というものが目指していかなきゃいけないのは、これは外需取り込み型でも内需拡大型でもどちらでもいいですけども、やはり成長というものは目指さないと今の現実の社会保障制度維持できませんからね。